今ですね、収録時間10分過ぎても現れない丸さんに電話をかけております。丸さん死亡説が出ております時折ありますよね。時折なんか行方不明になることが、行方不明事件が時折あるんですよ、うん、あ、違う、このね、台本に5月5日収録って書いてある。これ台本にほら収録日書いてあるんですよ、毎週。明日のつもり、もしかして。これワンチャンスありますね。あ、本当だ、5月5日収録。5月5日収録ってなってるな。ちょっとじゃあもう一個振り返るとですね、ちゃんと今日5月4日で調整してるはずなんですよ、うん、ねえ、4人集まっといて、おかけになった電話をお出になりません。じゃあその丸さんがいないのを記念して、記念して、はい、ハイブリッドドーン。ということは丸さんいないってことは、いいハイブリッド音ハイクオリティハイブリッド音、音質がいい方ですね。第1問、ああ、なんかキツピー、うん、あーとか言って、いや1曲目僕よくカラオケで歌うやつ、そうなんだ、これね、聞いたことある。これあんまりいい問題じゃない、2曲目が難しいかなと。2曲目がちょっと分からなかったな、今ちょっと。なんか1曲目はその沖縄っぽい感じはします。そう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 、おお、そうそうそう、携帯のコマーシャルね、うんうん、2曲目はね、そのアーティスト自体はメジャーだけど曲があんまいまいちかなって、あんまヒットしてない。いやー、この短さじゃ、じゃあ言うと、うん、声なんです、声、声、うん、そう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 、1曲目は海の声なんです。ああ、そう、ははは、これはビギンバージョン、あ、ビギン、あ、ビギン、あ、ビギンバージョンのね、そう、牧原なんですよ。あ、マッキー、うん、でもこれあんまりヒットしてない声。でもこれもブブーということで、もう声ろって曲があるんです、牧原、声ろ、あのボイスの声ではなくてね、そうそうそう、そ、海の声ろ、そう、声ろ。次はいい問題と思う。いい問題ですか、うん、じゃあ行ってみましょう。第2問、はいはいはい、お、もうこれ、もう僕は分かりましたよ、早っ。どっちもこれ超、まあ、どっちもカラオケで歌うもうこれどっちもヒット、ね、ヒットしてる曲だからね、あれよね、多分ね、前半は分かるでしょ、恋から始まるやつですか。ああ、恋。止めないで。止めないで。ちゃちゃ。止めないでじゃん。バンドが違う。うん。バンドがちょっとずれてる。あら？もっと本当の本体の方。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 もうそっちに。そっちになってる。ユニットじゃない方です。うん、ユニットじゃない。うんうんうん、じゃこれもう言いましょうか。もうキツビ言って。つもりわからないよね。わかる。ドリーみんなの歌。ああ。みんなの歌ね。どっかで聞いたなと思った。ボーイからのサザン。うん、でした。もう僕はすぐ分かりました。すぐ分かりました。お手上げでした。本体って何、本体。いや、あの、コンプレックスだったのよ。コンプレックスじゃなくて、ユニットの。固定的に言うとね。コーチさんとのね。いい問題でしたよ、でも。じゃあ、エキセントリック中川、出発します。出発。発車しますね。発車しますね。出発これは言い慣れてないからね。言い慣れてないよ。エキセントリック中川、発車します。出発進行。誰が言うなんかキツピーが何かね言うみたいな。木曜のお昼いかがお過ごしでしょうか。今日土曜の朝ですけどね。土曜の朝です。愉快なアキンド仲間と一緒に西畑のカフェクローバーより中市レディオシンジゲートに乗せて30分間あなたにお届けいたします。それでは早速自己紹介ご挨拶を。まるさん、みおさんですよ覚えてますか、元気してますかなんか意外に丸さんの偉大さを今ちょっと痛感して全然読めないね、これ、ね、読めないし、あんだけ毎週聞いてるのにそうね、うん、まあ、そんな中ちょっと、まあ、盛り上がっていきたいなと思ってるんですけど、はいはいはい、5月9日の、はい、今日は今そうです、5月9日放送です、ね、5月9日放送ですね。5月9日に生まれた有名人をパパパパパーっと、誰だ誰だ、
やまあキッチピーがせっかく来てくれてるんでね。キッチピーが来てくれてるんで、もう野球で言うとね、誰だ、ホークスにいた昔いたスーパー鬼スライダーを投げる、あ、杉内俊也のじゃない方の、え、右のスライダーを投げる、右の杉内世代で、杉内世代、沖縄の、あ、荒垣渚、荒垣渚、はいはいはい、今日誕生日らしいっすよ。そうか、松坂世代ですね、あそこね、そうですね、九州共立大学、うん、そうです、はい、その辺ですね。もうほんとすごいね。いや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 、もっとすごい人いっぱいいらっしゃるんですけど、まあ、あの人はね、掛布さんも誕生日、掛布さん誕生日らしいですよ、31、そうですね、頑張っていきたいと思います。伊藤ちゃんです。よろしくお願いします。どん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 。パフパフ。ちゃんちゃん。あ、ちゃんちゃん。ちゃんちゃん。違うことをしてた。なんかこうグダグダしているのかしていないのか。丸、うん、さんの偉大さもかん、あの感じながら。そうそうね。なんかここにぽっかり穴が開いてる感じがする、ね。うん、そう。もう久しぶりに全員5人集合かと思ったら。一人一、ね、人抜けてる、うん、なかなか揃わんね、5人、うん、なんかもう一人いるうちのおじいちゃんでも呼ぼうかなと思ったりもしましたけども、あの人喋らないんで、丸さん役で。でも今日さ、同一人物説が消えたね。ああそうね、そっか、僕と伊藤ちゃんのね、うん、そうそうそうで思ってるあつみんです。いや、あのさ、もうこれも僕今日ありがとうございましたって言おうと思ったんだけど、うんうん、先日あの南畑の方に出ていただいて、ハイブリッドを出しにやっていただいて、でも、うん、あ、なんかこれ誰が考えたんですかみたいな、そのハイブリッドの、うんうん、やっぱり若い世代の人たちには、そうそうそう、たでもう300回ぐらいやってるんですよ。300曲ぐらいか、300問題ぐらい考えてるんですよ。そしたらよっぽど暇ねえでって言われてた。丸さん元気ですか。キッピーでーす。だってなんかネタ作るためにね、前ほらスーパーに録音しに行ったりしよったよね。あの時も暇なんですかって話よね。まあ、努力の賜物というか暇というかどっちかですね。いや、しっかりしてますよね。暇だし、もうラジオだって言ってるのに、うん、必ずああいう時アフロかぶっていくでしょ。アフロかぶってたでしょ。誰もアフロに触れてないから、ね、触れてない、全く触れてないから、かぶってるのに、かぶってたことは多分闇に葬る、まあ、そういう人なのかなって。お初の人もいらっしゃった。丸さんのカバがストッと落ちたんで、こらこらって怒ってる、不吉な。あ、そうですか。それでですよ。しかしですよ。しかしですよ。しかしですよ。まあとりあえずじゃあ、とりあえずじゃあこの4人で、ね、4人でね、はい、お送りいたします。エキセントリック中川。あ、ご唱和くださいじゃない。ここ、ね、あ、ご唱和ください、ご唱和ください。喜んで喜んで。中川よかったろー、ろー、ここはよかとこ、バイバイバイキンですね。なかなかこの発信を BGM にちょっとね、これ今かけてるんです、かけてるリアルタイムです、うん、ちゃんとこのかけてる音も乗ってるからね、プルルルもちゃんと携帯を携帯してないおじいちゃんにかけてるわけです、ね、かけてる、そう。何してんだろうな。これ ちなみに6つぐらい今お題をいただいてるんですが、うん、はいはいはい、これなんかわかる人いますか。刀の丸京がリフォームした件って何ですか。それずいぶん前の話じゃない。リフォームした、ほらレジが、あセルフレジ、それのことじゃない。最近は変わってないよね、ここ最近は、うん、変わってない、うん、はい、じゃあ却下、はい、却下。いや、これもう一通り見たけど、ね、弱いっちゃうんだ、弱いね。でもあのオレンジレンジのコンサートのチケット販売、あの5月1日にミリカの分が販売発売だったんですよ、うん、8時半に行かれたらもう長蛇の列、あんまり早く行かないで来ないでくださいって言われたらしくて、多分丸さんこれ上げてるのって、まあ、どうせ丸さんのことやけん、うん、もう未だに人気あるのみたいなこと言いたかったんじゃないかなと勝手に想像してるんですけど、うんうんうん、意外とあるんですね、うん、で、あのやっぱそれだったらそんな早く行ったらダメだよねってことで、じゃあちょっとまあ8時半ぐらいに行こうかなみたいな、したらもうすごいすごい列で、もう買えないかもしれない。もう完でも買えられたそうな、結局でも完売したんじゃないですか、そんだけ並んでる、ね、でもミリカが持ってる席でも100席しかなくて、あ、そうか、チケットピアじゃないけど、ああいうので販売、チケットとかではない、でも買える、買える、うん、でただローソンのが持ってるチケットっていうのがあって、ミリカが持ってるチケットっていうのがその分の販売が1日だったんです。そっちの方がいい席だったりするのかな、あ、多分、ね、座席指定ができるとか、僕ね、子供がまだちっちゃい頃にあのほら商工姉さんとおりやん、あの人が来た時やっぱ当時人気で、お母さんと一緒の、うん、まあね、結構明け方ぐらいからなんか義理の弟と一緒に並んで、うんうんうん、そしたらね、一番前か二番目ぐらいで見れた、その時は、あ、あの時相当人気あったもんね、あの人、うんうん、なんかまあ結構いい席取れるかもしれないですね、ちょっと並んだらね、うん、
レンジレンジが来るってすごいよ、ね、なんかこれ丸さん電話もかかってきてるの気づいてるけど、あやらかしたと思ってもう出ないんじゃない出ないのかな、価値悪いな大人なんだから出なさい丸さんのことだけ空気読んで最後の最後で出てくれるんじゃないですかねちょうど30分前ぐらいの時にね、あとは何が書いてあった、大したこと書いてないんですよね、まあ、中のダイソー、それも弱いよね、弱いレジマシンがしかないんですか、ね、うん、セルフレジが2個しかないけど、まあまあ確かにちょっとダイソーもセルフレジになったんだ、そう、ほとんど今セルフレジ、うん、最近行ってないからね、大きいところはセルフレジとあと一つぐらい、うん、あのそうね、友人のがあったりします、ね、うちもそうね、うちの前で、あこの中のダイソーってほらちっちゃい、狭いから狭いよね、うん、でレジがこう2個しかなくて、で並ぶじゃん、で並ぶとこもね、並ぶスペースがあそこないの、あ、なるほど、刀 の、ね、あのダイソーみたいななくて、だから陳列棚のとこにブワーって並ぶから、うん、もうそこ見れないです、もうめっちゃ邪魔になるんです、ね、それは確かに、まあ、でもさ、あの並ぶところにいろいろあるやん、なんかあれ手取りがちよね、そう、並んでる間にね天津甘栗取り出す取りがち、キッチンペーパーがそろそろ好きなのレモンケーキみたいなの戦略つい買うっちゃうな、あ栗買っとこうみたいな、そうね、まあ、頑張って広げたけど弱いね、弱い頑張って広げましたけどね今ね、そうね、まあまあ、オープニングのところに伊藤ちゃん来てピンで野球放談、これなかなか話してないから野球、昨日残念だったの広島カープが最下位に落ちたっていうねもうちょっとびっくりですね、まあまあ一時期調子良かったんですけどね、広島の弱い原因は何ですか、新井監督がダメなんじゃないかな、やっぱりちょっとね残念ですね、最下位、本当だ最下位だ、昨日か一昨日ぐらいに落ちちゃったんですよ、まあ、始まったばっかだけどね、中日も出だし良かったけど、結局7連勝後の6連敗とかしたからね、中日もね、やっぱまだムラがありますよね、まあ、その中でホークスやっぱ強いよね、いや強いよね、強すぎますよ、これは続きそう、いや続くんじゃないですか、まあその今ね、でも勝ち方が結構接戦で、ね、さよなら勝ちが連チャンしたりね、1点差で勝ってるゲームが多いから、ね、なんか面白いけど、その一個裏返れば王道のね、こう先発がこうバシッと試合作って点数取って抑えとね、あの中継ぎと抑えで、でまあ勝ちがこう先発につくっていうパターンが今少なくて、今実はパリーグの中で最多勝ってホークスのつもりなんだ、なるほどね、つもりが4勝してる、後半でね、そうそうそう、ひっくり返してる、ね、そこでひっくり返してるから、なるほど、まあ、それはちょっと逆の言い方すれば不安定な、不安定な、ね、まあ、中継ぎが崩れるともう勝ちを取れなくなるから、あと山川柳田あたりもほらベテランだから、うんうん、今から夏近くなってくるとちょっと体力落ちてくるじゃないですか、そうやっぱ若い人がそこフォローしなきゃいけないから、でも昨日の試合がね、昨日ちょっと見てないの僕、昨日負けたよね、昨日ね負けた、うんうんうん、西武も今もう広島状態で、はい、西武そう弱い今ね、もうぶっちぎりで弱いのに、ちょうど西武が、ね、あの北九州出身の竹内っていう、うん、ドラフト1位のが投げていいピッチャー、左にコテンパンにやられて全然ダメ でこっちは締め町出身の大津が先発してて、出身がくっついてる、出身がすごいあ海スターズ出身なんだけど、チームとか学校どっちもいい試合してて 0-0 のスコアに来てた、でね、移動日挟む前に、はい、いろんな関係でリチャードいるじゃん、リチャードが繋がりちゃん、うんうんうん、リチャードが今上がってきてるね、昔からね、上がって下がって、もうこいつ使い、もうラストチャンスだよ、お前ラストチャンスだよって言われて、もうダメじゃん、で今今回山川の弟子だから、はいはいはい、頑張ってほしいなって言って、小学出身ね、上がってきて、3-3、4-4かな、めちゃくちゃ活躍したの、おー、リチャードいいじゃんってなって、うん、昨日の試合で 0-0 のスコアでずっといって、最後大津が、まあ、フォアボール出して、はいはい、ワンアウト満塁になったの。で回ってきた。いやもうこれいや守ってる方。ああ、まあ、ごめんごめん。守ってる方でね。西武が攻めてて、ワンアウト満塁よ。もうこれ1点でも取られたらやばいじゃん。ゼロゼロで来てて、キテピーだったらどう守る？ワンアウト満塁、うん。前に内野前に守らせる。ホーム内野か。内野。それか、うん、もうゲッツーシフトで。ゲッツーシフトそうだよね。まあ通常の、まあ、中間か、うんうん、難しいとこじゃん。ねホークス側は結局通常のシフトで守らせた。うんうんうん、ってことはゲッツー取らないんだよね。でサードはリチャード、はいはいはい、だ中村武也がボテボテのサードを打った、難しかったけど、はいはいはい、ホームゲッツーホームにサード攻めて攻めてね、でもそれ前進してないよ、うん、ゲッツー取りたいのをサードベースのちょっと後ろで、うん、通常シフトだから、うん、なるほど取ったよ、下がり気味 で彼はどうしたかというと、三塁まで走ってたの、踏もうとして踏んで、もうそれがもう間に合わないわけ、うん、なるほどなるほど、
って踏んでファースト投げたけど間に合わなくて1点入った、ね、いやもうそれはダメだろうあの巨漢でサードの後ろ守って取って、ね、サードベースまでドシドシドシって取って月は無理だね。だったらまあ取ってホームゲッツー無理だとしても、まあ、セカンドからのゲッツー、うんうん、まあ、ちょっと専門的になるけどもうあのプレーでがっかりしてあれ相当説教されたのよ。なるほど。で 1-0 で負けた。やっぱちょっとパーフェクトじゃない、ね、そうそうそう、毎回ね、残念なとこが彼ある。なるほど。もう そこじゃないだろうみたいな。おかけになった電話をお呼びしましたが、多分彼はもう今日からいないと思います。エキセントリック中川ミオさんのピットイン、イエーイ、どん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 パフパフパフ。エンジョイホンダに久しぶりに行ってきました。エンジョイホンダ4月21日、うんうん、バリンメッセの話。そう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 、大体ね、日本の3大メーカー、トヨタ、日産、ホンダのモータースポーツイベント、大体年に1回イベントするんですよ、はい、例えばトヨタだったら富士スピードウェイであったりとかね、そうなんだ、うん、でホンダも鈴鹿でしたりとかね、でホンダはあとその地方でもうそのイベントをしたりするんですよ、はい、コロナ前は熊本にホンダは、ね、工場があります、ね、HRS かな、うん、九州であそこサーキットもあるんで、うん、コロナ前は大々的に、うん、お来ましたこのタイミングでタイミングでじゃあ出ますよ。一旦中断して、お疲れ様です。トヨタ、もしもしやべえ、何かに気づきました。うん、気づいた。今電話見た、申し訳ないです。マルさんが来てないことを聞きまして、携帯してないでしょ。ああ、しまった。そうやった。今どこにいるんですか。俺明日だと思った。日曜日で間違えちゃったよ。やっぱり昨日送ってきた台本に5月5日収録って書いてありましたもんね。でしょ。あ、そうだったんや。よっかやったんや。今家にいるんですか。ああ、そうです。来ますか。だって行ったところで遅くなるでしょ。いや、今1本目を取ってるとこで、うん、で、次があれじゃないですか、丸さんの。あ、じゃあすぐ行きます、はい気をつけてきてくださいよ、途中で溝にはまらないように、うん、はい、ということで、丸さん丸さん来ますよ、はい、繋がりました。よかった、無事でよかった、無事でよかったで、その HRS 九州でありようときは結構盛大に、あ、熊本で、うん、でドライバーもレーシングドライバーもたくさん来て、うん、もうメジャーなドライバーたちが来て、うん、トヨタ日産と違うところはホンダって4輪も2輪もやってるんですよ、うんうん、あ、確かに、うん、確かに、だから4輪ドライバー2輪ドライバーも来て、うん、車好きの人バイク好きの人も来るんですよ、うんうん、でそういうイベントがやっぱりコロナでやっぱりちょっとなくて、で久しぶりに会ったのがちょっと規模が小さかった、そので熊本であるほどはなかったけど、マリンメッセ B 館だったかなと、あと外の会場を使って、でメインはもう車の展示がメインやったかな、うん、でちょっとモータースポーツコーナーがあって、だけど当然ドライバーも誰も来てない。あ、そう、うん、でこの前ちょっと写真送ってた、あのタイヤ交換の体験、ね、そうそうそう、それタイヤ交換を体験できるっていう、ピットイン体験、うん、なんかあのよく F1 で見るドルルッドルルッってができるの。そう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 、いいの、なんかやってみたい。あれね、センターで1個で止まってるだけやから、もうセンタードルドルって外して、そうなの、そう、普通の一般のタイヤってほら何個か4つぐらいですね、4ケツ5ケツ大体あるけどね、うん、だけ早い。なるほど、あ、なるほど、うん、しかもあれね、マグネットかなついとってガチャって外してドルルルって回して取れば、もうついてくるよこっちにナットが、でタイヤ交換して、ね、そのまま刺せば回転がちゃんと反対になるんですよ。すごいね、もうそれ専用できてる、考えられると思う、うん、だけ F1 とかはタイヤ交換が2秒切る場合がある。だから早いんだよ2秒、いや、あの人たちとも2秒、そうめっちゃ早いなっていつも見てて、うん、あとグルメもちょっとやけど、グルメもなんか焼きそばの写真が入ってますよ、ね、それなんかもつが入った焼きそば、なるほどね、うん、でそういうとこで、あのショップ、うん、ショップね、ショップがまあ一つの楽しみかなっていうのはあってなるほど。でこの前買ったのが、あ、買ったんだ、あ、そこにちゃんと持ってきてる、あんまりなかったよね、もういいのがグッズですね、グッズ、推しカツです。あ、ホンダのマーク、トートバッグ、これかわいい、シンプルでいいな、それ昔からあるホンダのね、ロゴマーク、かっこいいですよね。で
ショップがホンダのコーナーと無限のコーナーと2つあって、無限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 はどちらかというと市販車のチューニングパーツとか、あとはモータースポーツをやる会社。結構大きいですね。これ当たり前だけど、ミオさんはそのホンダ派なの？まあ、そこもちょっと今日ね話そうかと思ってね。なんでそんなホンダが好きかっていうと、やっぱ子供の頃そのモータースポーツに興味を持ってね、俺が子供の頃ってテレビで普通にあの F2 とか放送してたから、日本のね、うんうん、でその時のドライバーが中島悟と星野が争ってる頃、ああいたな、うん、でもう中島がだんだんこう敵なしみたいに言われてる頃で、88年に日本人として初めて F1 に参戦したっていうね。でまあ、その頃だけ中島が俺好きやったし、参戦してロータス、ホンダ、ホンダがロータスにエンジンを供給するっていう年初めて、その時は当然やっぱりホンダの力が動いて中島が乗れたっていうのはもちろん、でまあそこら辺からちょっと遡ってみると、 F1 って1950年から始まったんですね。でまあ世界一を競うレース、そこにホンダが初めて参戦したのが1964年、まだ生まれる前だから、そうそうそう、東京オリンピックの時、ね、F1 というものを日本人で知ってる人が少ない時代から、ホンダは世界を目指して参戦し始めたんですね。その翌年にはもう1勝してる、うん、でその時のマシンがこういう、ほらもうなんか全然違う、なんかちょっと時代を感じる感じ、ネギチキマシーンもないですね、うんうん、かわいい感じ。本当は最初もエンジンサプライヤーとして、ロータスにエンジンを供給して参戦する予定だった、開幕数ヶ月前にロータスがやっぱりホンダエンジン使いませんって言われて、で急遽車体を作って参戦した。その翌年に一勝してるんです。自前で作ったってことですか？そう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 、一生懸命研究して、その何のすごいですね、そう、何のあれもない日本にはその F1 の、はいはい、でその当時すげえ。でその当時の F1 ってマシンが全部もうスポンサーとかは当時ないんですよ、はい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 、でマシンがナショナルカラーって決まってるんですよ。もう日本もう日の丸になってる。そうそう、例えばイタリアが赤、うん、フェラーリ、ね、あそういうふうにもう国ごとに色が決まってるんですね。そう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 、初めて参戦するからそこで色を決めてるんですよ、うんうんうん、でなんか最初ね、本田宗一郎はゴールドが好きだからゴールドにしようとしたらしいけど、ゴールドはもう 他の国が使ってたんで、赤白の、うん、ナショナルから日の丸に、ね、近い、なんか白が使えなくて、なんか理由よくわからないんだけど、アイボリーホワイト、なるほどなるほど、あ少し黄色がかかったら、ね、柔らかめな。でそのまた出てくる次の年ももう一勝してるんですよね。ちょっとかっこよくなってくるな、ちょっと四角よくなってはかっこいい、うん、このあと何年か後に一回撤退してるんですね。でこの頃ってドライバーの死亡事故も多かったんです、でホンダでやっぱり死亡事故もあって、それもあって、あと経済的な日本のちょっと経済が落ち込んで一回撤退して、でまた復帰して3チーム目ぐらいが、あのマクラーレンホンダ、もうこれは僕らが見始めた頃ですね。でその時に、まあ、中島悟もホンダがバックアップして日本人ドライバーとして初めて F1 に表彰台にも立ちましたよね。中島悟表彰台立ってないのか。最高4位、あれ3位は鈴木アグリがその後立ってる。そう、鈴木アグリが先に3位だった。そう、じゃあ立ってないんだ、あの人あんだけ有名だったけど。そうそうそうマクラーレンホンダの時代は16戦中15勝して、うん、その頃はもうホンダエンジンじゃないとチャンピオンは取れないって言われてたぐらい強くて、しかもエンジン性能が重要な、うん、ウエイトを占めてる時代だった、ね、でその後どんどん流れが変わってきて、空力とかマシンバランスとか速くしていくっていう、あエンジンだけじゃなくね、なくて、なるほど、うん、でまたホンダ結構撤退、また復帰、うん、撤退繰り返して、でまたホンダとして参戦したのが2006年から3年間、うん、ホンダとしてF1 に参戦してる、もう車体とエンジンと、でその頃はでもあんまりまだやっぱりいいとこは行けなかった、やっぱ車体を作るっていうのが難しいんだと思うんですよね、でそれからまた撤退で、またエンジンサプライヤーとして参戦とかして、2019年からレッドブルにパワーユニットを供給して、今レッドブルはもう快進撃、まあそれだけシャーシーのあれも大きいと思うけど、ちなみにそのホンダが3年間この2006年から3年間参戦して、なかなかいいとこ行けなかった、で撤退した、で撤退した後に残ったチームは売却するんですよね、大体撤退する、
て売却して買ったのがブラウン GP というところが買ったんですよ、マシン。でそれその年チャンピオンになってるんですよ。だけどホンダが続けとったらチャンピオンになっとったかもっていう話があるんです。そのホンダのこれがチャンピオンになったそのブラウングランプリっていう GP っていう、これホンダが設計してる、ホンダが設計して売却してやから、だからホンダがそのままもう1年これでやっときゃホンダがチャンピオンになってる可能性がある。ともう一つ、まあホンダはねそういうことで好きなんやけど、もう一つトピックとしてね、モータースポーツ界もうもはやスポーツではないんですけど、無人のレースが始まった、もうもはやだからスポーツじゃないスポーツじゃない、何になるんだろう、セルフレジみたいな話、ねもうね、ダイソーのセルフレジ、セルフレジの話じゃんこれ。ラジコンとは違うんですか。ラジコンとも違う。AI。ああなるほどね。じゃあ誰かがこういうコントローラーでやってるわけ。もうスタートしたら触れない。一切触れない。プログラミングはしたりする、ね。でストップボタンだけある。はあまあ、なんかの時異常が起きた。そう。そうなん、何で強いか、もうそのマシーンの性能で勝負する。いやだからプログラミングやね。AI。マシーンはねもう一緒のマシーン、あの日本のスーパーフォーミュラ、うん、そのマシーンが採用されてる。でアブダビでやってる。アブダビで、まあ、もうオイルマネー向こうの方で始まって、ちなみにそれってじゃあそのプログラミングをアイルトンセナーのプログラムにしたりとかで、うん、プロストとセナが戦うのをなんか再現するとかってできるようになるんじゃないですか。なんか面白いね。いや面白いかも。それは逆に面白い。面白いって思う人といえば冒涜だとかいう人もいたりとかそう、ね、でそれも映像が見れるんですよ、やっぱネットでも。でもう第一戦目が終わってるんですよ。で2つのイベントがあって、それ1個目は AI 対人間、うんうん、なんか将棋でもこれあるもんね、うん、将棋もあるね、うん、で1対1で2台だけ走るんです。はでもう人間の圧勝、まだ AI は全然。ああそうなんですね。もう見たら遅いんですよ、やっぱスピードなんやろな、うん、抑えてる、うんうん、だからストレートでもふーんって抜いていけるんです簡単に、はいはいはい、うん、で2戦目が最初に予選があって、うん、でそのトップの何台かで4台で決勝レース。それは全部 AI？ AI、 4台の AI です。すごいとね、まず予選見よったらね、ちゃんとうまく走れてるのもあれば、うん、変なとこでギューって止まったり、やっぱぶ壁にぶつかったマシンもあったり、うん、面白いな、ちょっと可愛い、まだ見ないですね。そうそうそう、なんかね、かわいい、あ迷ってるみたいなのがあったり感じ、ね、でうまく走れる4台で決勝をやったけど、やっぱ途中で1台がなんかちょっと間違って動きしたりコース外れたり、まだそんな段階やけど、まあ、それが多分技術がね、それはあのタイヤ交換どうするっちゃう、タイヤ交換とかない、ないね、今んとこないね、そのレース距離がまだ、うんうん、もうほんと何周かの短いね、うんうん、でもすごいね、そういうことチャレンジしてるんだね。でモータースポーツって全部今までもそうやけど、モータースポーツの技術が市販車にフィードバックされて安全性が高まっていく、ね、うんうん、そうですね、そういう位置づけがあるね。だからその AI のレースもそうか、自動運転とかに、ね、自動運転にフィードバックされる、うん、でこれ検索して A2RL やったかな、で検索すれば映像がスターウォーズみたいな名前になってきた、ね、ということで、はい、いやもう丸さんも来たところです。あんな時代の車からでもあっという間に今無人で走るぐらいになってるんだね。可愛らしい、ちょっとね、葉巻のような形、まあ、それともう一つ言うと、半世紀ぐらいでアイルトンセナが亡くなってちょうど30年、あ、うん、で今アイルトンセナ関係の記事がやっぱネットいっぱいあってね、私もちょっと見ました、うん、であの時になんか真実みたいなのが、ね、なるほど、一つ話題になってたのはセーフティーカー、うんうんうん、あれ事故が起きてセーフティーカー先導で何周か走ってるんです、うん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 、ただセーフティーカー走るとどうしてもスピード遅いから、はいはいはい、タイヤがどんどん冷めていくんです、でグリップ失っていくんですね、空気圧も減っていく、でペースカーは一生懸命走ってるんですよ、でも普通の車だから全然やっぱり、でそのドライバーがいろいろ告白してるけど、もう3周ぐらいでブレーキが効かなくなって、で時々セナが横に来てもっと速く走ろっていう、セナと目があった、うん、多分セナが亡くなる最後に目があったのは私だった。いやなんか辛い、もうずっとね、それからね、そのなんていうの、その思いを背負って生きてきてる、うん、そのドライバーその時した、うん、だってね絶対好きではないね、そういう仕事に携わってる方だから、うん、まあドライバーない、元ペースカー運転する人もレーシングドライバーない、セナが亡くなった30、僕20歳の頃なんだ、それからもうどん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 安全性はね高まって、ということで
マルさん、あ、マイクがつながってないか。マイクがつながってないか、まあ、いなかったことでいるけど、はい、もし、もしすいません、あのもうね、脳活が一番できてなかったマルさんです。おはようございます。終わり終わり、また次週また次週お会いしましょう。